ローラ言うまでもないけど、スピルバーグはナチスの恋愛映画は絶対撮らないわよ。先に聞いておいた方がいいと思うから言いますけど、今人事の再編を行ってまして。それが何？バネッサ月光の部屋が決まるまで同室だそうです。死ねばいいのに。あの、それとニュースだ、プリンセスケロライン、バネッサが俺のエージェントになった。なんで？恋人とエージェントの両方は無理なんだろう。だから君はクビにした。さあ恋愛解禁だ。稼ぎまくるわよ、ボージャック。これって最高だろ。君と付き合える、いいエージェントもついてくれた。みんなにとっていい話だ。俺はスポーツエージェント。